どうも、立花亮です。今回もファイアーエンブレム、紋章の謎、やっていきたいと思います。第1部19章です。そんでね、まあ、この人だけだね、顔割りのね、汎用的なキャラクター、ゼムセルさんですけれども。で、ここには、祭壇があって、で、エリスがね、味方の中にいないんだよね。なので、勝手に出てくるんじゃないのかな、と思うんだけれどもね。そのアイテムの中にオウム、の杖もないような多分はい。でここだけ多分通り抜けることができると思うんだけれども、通り抜けたところでフルボッコにあってやられるだけだと思うので、まあそんなことはせずに、まあ成功法で行きたいんだけれども、でここに盗賊がいて、ここに宝箱があるので多分ね間に合わないと思うんだな。だからここにオグマをまず飛ばす。でドラゴンキラーも持ってるので、こいつを倒して、みたいな感じで、下側はそれで守ろうかなという感じですね。で、まあ、価値はパオラ・エストはなんとなく入れてるだけですね。うん。な、こんな感じでいきたいと思います。頑張れ。王子、あそこに見えるのは、地竜王メデュースがいるドルワ城です。うん、G、ようやくここまで来たんだね。でもメディウスはどうして城から出ようとしないんだろう。ガトー様の話ではメディウスはまだ完全に復活していないらしいのです。だから竜の姿でいられるのは封印の力が及ばない城の中だけとか。封印の力？私にもよくわかりませんが、神は邪悪なる竜族から人々を守るため封印の盾と呼ばれるものを地上に残したと言われています。それなら僕も聞いたことがある。守護神ナーガの伝説だね。だけどそれはただの神話だと思っていた。もし本当に封印の盾が存在するのなら、どうしてメディウスなんかが現れたりするのだろう。さあ、それは私にはわかりませんね。私に聞かれてもしょうがないでしょう。王子。ですが、いずれにしても奴が完全に復活していない今がチャンスです。そうだね。やっとここまで来たんだ。もう少しで平和が戻る。さあ行こう、ドルーワへ。お。バーン。ゼムセルは、魔竜に変身した。火竜がさ、漂流に特攻あるわけなんだけれども、漂流が一切出てきてないっていう。このマップにも漂流いないしさ。なんなんて感じなんだけど。一体何があったんでしょうか。これ、こいつらは、あー、これもしないんだね。まあなんか、チキでね、ここら辺行ってもいいけどな、別に。来れるもんなら来てみろやっていう。精神で。チキ結構硬いしな。それでやってみるか。チキレベルアップマップの可能性十分にあり。あ、エイリス。勝手に編成されている。オウムの杖ある。祭壇の前で使用。生き返りの杖、エリス専用。あ、一回しか使えないのね。じゃあ、オグマさん。いってらっしゃい。わー敵の前線へ、俺を飛ばすな。わー。すごいな、50与える。うわ、50与えても耐える。ひえーひえーひえー、オグマー。オグマ意味わかんねえ、マジで。意味わからない。オグマ強すぎて。強すぎてわけわかんなくなっちゃってるよ。ここは道具屋よ。もうあんまいらんな。さすがに。武器は？ドラゴンキラーね。いや、もういらんかな。もういっぱい持ってるからね、ドラゴンキラーもね。うん。南の山の上に聖なる神殿がある。その真ん中の柱の前に立ち、復活の杖を持つかのじゃ。させれば懐かしい人に再びまぐれやかもしれん。そのなんかね、今までこうやってきた人がさ、まあでもあれかな、その誰も死なさないプレイみたいな、え？違うわ、誰かが死んでもそのままやり続けるプレイみたいなことをしてる人は少なからずいると思うからな。そういう人のための、うん、まあ、一人だけとはいえ、救済措置ってことなんだろう。
わ、来る。わ、来るんかい。ここで倒しといてほしいよ。オグマ？オグマ。オグマ。ドラゴンキラーのオグマ。強。やっぱ防御無視は強いよな、そりゃ。さすがに。え、これ。危険だな。え、これ結構危険だね。え、そもそもこの神竜さんってのはさ、防御どうなってんの？その竜対竜って防御どうなんの？知らないんだよな、そこ。どっちにしろ1体からしか攻撃食らわんから、一歩前出すか。ちょっとここで迎え撃った方がいいのかもしれないな。いや、どうだ？そんな前出てこないからな、そもそも。出てこれないからね。いや、ここなんか怖えな、ここ。いや、普通に後ろから回った方がいいだろう、これ。うん。数体そこで相手するだけでいいよ。来た。どうなる？避けたらわかんないのよ。チキちゃん。あ、でも大丈夫か。相手に食らわせてる分を見れば。おい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 、リザーブすな。リザーブすな。あ？うわ。いけるよね。もうリザーブしたからよくわかんなくなっちゃったじゃん。いや、これここいない方がいいのかな。いや、ぐるっと行った方が絶対いいよな、これ。最悪死ぬからな、普通に。これはダメだな。うん、下がろう。これはなんか怖い。時間かかってもいいから、あの、着実に行った方が絶対いいよ、こんなのね。あいつらも諦めんだろ。来てスナイパーだと思うんだよな。スナイパーちょっと足早いから。リザーブス、あ、リブローか。リブローすな。リブローすな。ブリザーの書がようやく輝く時が来たようだ。うわあ。いや、ここ2体しかいないからまだいいけどさ、めちゃくちゃ怖いよな。いや、後ろから来ちゃってるな、ちょっと。いや、これマジ、オグマもったいな。オグマもったいね。いや、強いから、強すぎるからしょうがないんだけど。うん。経験値入んないからな。いや、余計上がる。オグマ。いやー、と強すぎるのも考えものですね、これは。これ後ろやれるやつはやっちゃった方がいいか。うん。
見た生きてるからね。うわあ、1割。リンダは絶対行かせらんないな。死んじゃうからな。わあ、リンダここで成長させられないの非常にもったいない。残念。残念だけど仕方ないな。いやー、避ける。いやー、強っ。いや、着実に減らしてますよ。いいね。あそこ開かれてくれたのめちゃくちゃでかい。うん。3人同時に攻撃食らう可能性があったからな。このエルファイア司祭と、ドラゴンと、スナイパー。これが分かれてくれたのはもう、デカデカのデカ。おい、ナバールナバールもいつの間にかとんでもねえことになってんだ。ナバール、オグマ越え。いやー、でもやっぱ魔法防御だな。まだな。あとあれなんだな、 HP がね、ナバールそんな高くないんだな。まだオグマ50あるけど、ナバール44。それでも十分か。十分高いな。ん？ああ、そっか。神竜、そっか、神竜って火竜に特攻あるんだ。あと、普通に、ん？ 8 しか食らってないのか。ああ。竜の守備は、反映されてんだね。今は回って感じだけど。硬えな、そしたら。あ、じゃあ全然、なんかここら辺にいた時の、突っ込ましてよかったな。いやー、マクムート強いな、そう考えると。いや、ゴードン、力19まで上がった。ゴードンさん、めちゃめちゃあなた強いね。お、倒せる。イエース。いや、ジョルジュとゴードンの二大巨頭だな、これ。まあ、ジョルジュはそんな力ないけど、やっぱりね、なんだかんだ、この移動力7、そして銀の意味使えるっていうところと、あと、法則が速いっていうところが使い勝手いいよ、ジョルジュ。トライアングル、アタックいや、強。必ずクリティカル出るとかいう仕様は、ちょっとアホまである。そんなこと言っちゃダメか。いや、強すぎるだろ、それだって。いや、もう、リンダ、もうあと一章しかないんだったらさ、もう今、この段階で、司祭の、なんだ、あれ使ってもいいのかな？それとも、マリアに司祭、なんだ、マリアじゃなくてもいいか。レナに司祭の指輪使ってもいいのかな？もう、リンダ、次使うんかな？リンダ。どうなんだろう。そもそももう、ハマーンすら使ってないしな。そんなになんかね、温存するような使い方をしてない。温存するような使い方しかしてこなかったのか。だって別にメリクル操縦じゃなくても倒せるんだもん。オグマが強すぎて。パルティアも全然使ってないしな。なんだっけ、グラディウスも使ってないしな。今怖いのは、ここら辺に火竜がボーンと出てきて、ドッ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 つって、この、この20以上ない組が焼かれることだな。ボハーつって。それは、本当に勘弁してほしい。その出来事だけは。だから、埋めた方がいいな、ここでな。怖いからな。ありえなくないもん。来た。うわぁ、マクムートだらけじゃん。あ？ペガサスナイトだ。うわぁ、何それ。やっば。ここ、チキ置いたらいいんじゃないかな。あ、勇者。
一人だけ勇者。わあ、突っ込んでくるタイプか。ブリザー、そこまででもないな。ナイトキラー、アーマーキラー。わあ、もうアーマーナイトの存在とか忘れてたわっていうレベルだわ。もうこれチキここに置いちゃっていいと思うんだけどな。なんか防御力、守備力が関係してくるのであれば全然食らわないから、なんか慢心してもいい気がする。もう置いちゃおうぜ。 1,2,3,4 体ぐらい食らわな。 6,4,24 全然耐えるんでしょそりゃ。トライアングル、あたこの一人のためにトライアングルアタックを使っていく。わあ、あ、これ危な。そっか、直感療養だから。あれ、あ、大丈夫か。あぶね。あぶねあぶねー。これ下手したら死んでたな。よかった、回避高くて。あれ、もうだからよくわかんないのよな、こういうやつらはな、どういう AI なんだか。突っ込んできたら全然チキのことなんか攻撃できんのにさ、してこないっていう。増援も来ないし。もうドラゴンキラーとか関係ないんだな、もうキルソードでいいんだな。もう全く関係なかった。すごいな、オグマさん。トライアンゴー、わー、避ける、わー、食らう。トライアンゴートライアンゴートライアンゴー、いいですね。もう敵出てこないのか。一回しか出てこなかったな、じゃあ。一つの砦につき。そういうこともあんだね。いやー、このマップチキ大活躍だったな。いや、まだ終わってないけど。この大地は全て我らのものだった。それを犯したのはお前たち人間なのだ。うるせえな。共存しろ。勝てー。どうしようかな。もうオグマ行っちゃうか。いや、やれるなら、ちょっとラディで行きたい気がするんだよな。うわ、減らす。俺はもうラディで行けるね。よし、決めちゃえ、ラディ。でーい。ナイス。ク、メディウス様、お許しを。ラディ、力があんまり上がってないんだよな。あと、もう勇者の証ないから、勇者にもなれないんだよな。かわいそうに。あれだ、ボス倒しちゃったから、もう、増援出てこないな、多分。やっぱり、誰も死んでないから使えないんだろ、これ。そういうことだよな。祭壇の前で死を、生き返りの杖。そっか、じゃあ神湯とかはダメだってことか。まあ味方じゃないしな、そもそもな。しょうがないね。なんかあるのに使えないってなんか非常にもったいなく感じるな。わあ、下流石、いや、いらねえ。下流石はいらんだろう、今。もう。さあ、なんか19章もそんな難しくなかったな。神湯のところなんであんなになんか難しかったんだろう。じゃあ制圧。く、小僧、のぼせ上がるな。たとえ我が城にたどり着いたとしても、屈服はせぬぞ。今こそ地竜族の本当の力を見せてくれよ。来るがよい。我のそばへ。
地獄の底まで突き落としてくれようぞ。地竜が、あれメディウスって地竜なんだね。第一部20章、選ばれし者たち。激しい戦いの後、ようやく同盟軍は敵をドルーア城内に追い込んだ。そして城を包囲し、開け放たれた4箇所の門から突入を図った。だがそれはマルスたちの分散を狙ったメディウスの罠であった。生死をかけた最後の戦いが始まる。選ばれた勇者たちによる運命の戦いが今始まろうとしていった。分散させられてるってこと？階段があるぞ。なんかまあこのマップは後で見ようということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次が第1部のラストバトルということでございます、ね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ他の動画で会いましょう。またね。